万引き犯の顔を公開するか否かで物議を醸した中古品販売店、マンだらけ。漫画古書、アンティークトイ、フィギュア、アニメグッズなど、常時1000万点を揃える日本最大のコレクターデパートだ。北海道から福岡まで11支店。昨季売上は94億円だ。現場の中の店には、40から50代の童心をくすぐるグッズが立ち並ぶ。今回の犯人は50歳。ターゲットは中年世代かと思いきや、実はメインのお客様は20から30代なんです、と、広報の方が話してくれた。お金を自由に使える独身男性が多く、最近だと女性コレクターも増えています。20から30代で売り上げの約半分を占めますね。報道で、いい宣伝になっただろうと言われますが、コレクターの需要に絞ったマニア向け店舗が多く、事件後の売り上げは昨年と比べて、ほとんど変わっていませんよ。マンだらけで販売されている、超高額アンティークトイにはこんなものがある。マスダヤマシンマン550万円。50年代、玩具メーカーマスダヤが80体製造。そのほとんどが販促用試供品としてアメリカの富裕層に向けて配布されたため現存数が少ない。マスダヤの社長がニューヨークで1000万円で落札し話題になった。マルザンリモコンゴジラ極彩色、箱付き、250万円。67から68年製。総生産個数は80個という希少品。スイッチオンで腕を振りながら二足歩行する。マルサンウルトラマン電動ブリキ、箱付き、250万円。66年製。当時の価格は1200円。日本初のプラモデルの生産、またウルトラシリーズの怪獣ソフビ販売などを手掛けた玩具メーカーマルサン製。この金型は後にキャプテンウルトラ、ウルトラセブンにも使われている。ボピー超合金マジンガー Z1 機、箱付き、210万円。74年に始まる超合金シリーズの中でも最高峰の呼び声が高いマジンガー Z の1機。両肩のロケットパンチ発射スイッチを備える。商品状態が良く、ほぼ未使用品のため高額。ポピニカ DX ネオゴッドフェニックス火の鳥バージョン、220万円。78年に発売された科学忍者隊ガッチャマン E の限定版火の鳥バージョン。取説ミニカタログパーツも付属。本体も大きな痛みがなく、保存状態が良い。九段の、鉄人28号、は25万円。その10倍以上の高額商品の数々。高級車よりも高いおもちゃが成り立つ、驚きのビジネスモデルがそこにはあった。